皆さんこんにちは、えー、ネットマンの長谷です、えー。今日はですね、できたことノート自己肯定で未来を作ろうっていう話をします、えー。今日のこの登壇のご縁をいただいたのは、私のこの最近出した本できたことノートのですね、えー、まあ読書会に岡田先生がいらっしゃってくれて、ぜひここで話してくれっていう話を聞きまして喜んでということで引き上けさせていただきました。えー、私片巻はですね、ネットマンって会社の社長でありながら発明家。 っていうです、ね、あの肩書きがあるんですけどちょっとこの話をして自己紹介から始めさせてもらいたいと思います、えー、私がですね、小学校4年生10歳の時に作った一番最初の発明品なんですけども皆さんこれ何だと思われますか私の小さい頃は、えーとなんですかね、缶からがちょうど硬くてですね、えー、そして、えー、釣りがものすごく流行ってたんですね で私はです、ね、友達と一緒によく釣りをしたんですけども池の中の船の生態をどうしようも見たくてそしてこの缶からをつなげましてです、ね、そして前に豆電球をつけましたたまたま親父が夜釣りやってたもんですから家にたくさんです、ね、電池がありましてその電池を直列につなげると電気が明るくなるっていうのが妙にはまりましてです、ねえーまあ、つなげすぎるとブチって消えて親父に怒られるんですけども、えー、こういうのを作ってです、ね、そして池の中をのぞいてました。 友達とですね一緒に見てると「おお船が見えたすげえ」とか言って言うとですね友達たくさん集まってきて「お長い面白いもの作ったなー」なんてことを言って遊んでましたまあ本当はこれ見えないんですけどねなんか前にレンズつけなかったのでボーッと光ってるだけなんですけどでも、えー、結構人気者でしたたまたま小学校4年生の先生がこれに、えー、僕静岡県の沼津ってとこなんですけどもそれの発明工夫展出してくれましてそしてショーですねあの発明家 ですみたいな賞をもらって、えー、僕、お父さんにです、ね、僕、発明家になるって言ったのが僕の発明家の、まあ、ある意味ファーストキャリアでございます実際、発明家になりました DreamCamTrue、えー、ですけども41歳の時に、えー、要するに30年後ですね31年後にですね私は、えー、と日米でですね特許を取りました、えー、私のメインの仕事は、えー、企業のですね人材教育の仕事です。 でただ、教育リーダーシップとかです、ね、あとは新人の教育だけではなくてその後研修の後に行動の変容をする行動を定着するまでを全部、えー、サービスするというです、ね、ものでこれはたまたま、えー、行動のです、ね、改善システムというのを IT システムで作りましたたまたまこれが日米で特許が取れまして、まあ、ここにインベンターで書いてあります。インベンベターって訳すと発発明明者か発明家なので <laughs> 発明家ってて書いてあるです私名刺にはですね発明家と代表取締役社長って書いてあるんですけどもそういう形でやってます実はこの本題に入っていきますがこの IT システムは実は研修とかですねあとは教育の後の行動変容の仕組みです実際教育を施すと例えばですね目標を達成する人とそうじゃない人に分かれます例えば最近だと若手ですと頑張っていたのに急に失速して まあ、やめてしままううととかいうこともあります私十何年この仕事やってきてですねなぜすぐつくと成長する人とそうでない人に分かれるんだろうっていうのが、えー、すごい問題意識でありました、えー、今日の皆さんにお伝えするのは「できたことノート自己肯定で未来を作ろう」ですけどもそのような私の問題点の問題点問題意識のですねところから、まあ、発達したですね考え方になります 突然ですけど皆さん自分のことはお好きでしょうか。自分が好きかもしかしたら嫌いかもしれませんでもそれはなぜでしょうか自分のどんなところが好きですか自分のどんなところが嫌ですかね今2つの丸を出しました赤い丸とまあ緑の丸です皆さんどこが気になりますかこの赤い丸と緑の丸どこが気になりますでしょうかまあほとんどの人はここですね まあ、たまに「まんまるですな」とか「ですね <laughs> 同じ大きさですね」とかって言った人いますけどまあほぼここだと思いますまあ今日脳科学の先生もいらっしゃるかもしれませんので私が行くと社会に説法になってしまいますが、まあ、人間には四角屋っていうのがあってこのいわゆる何ですかね欠けたところを埋めるというのですねこれが人間のまあいわゆる差がでございます、えー、私が今日問題にしたいのはその四角屋の話ではなくて 人の欠点、自分の欠点、ダメなところも一番目が行きやすいって話です。いわゆる自分のまん丸まのことよりも、自分のダメなところ、欠点、間違ったところ、できなかったところばかりに目が行きます。そして人にとっても、隣の人に対してもそうなんです。丸を見ず、欠けたところばかりが目に行くように人間はできています。それは人間が悪いことではないです。それが人間の差がです。 私は子供が4人いますけどもえ中学生と小学生の子供が4人いますえ皆さん、例えばですね小学校1年生の息子、娘がいたとしてテストを持って帰ってきましたと95点でした初めてのプリントですえお父さん、お母さんとしてどんな声かけますか95点だったら私は上の子がえ95点の時にこう言いましたえ惜しかったねとこの羽のとこだけを気をつければ次は百点だね百100点だねと。 頑張んなって言っちゃいました一番下の子が35点でした私はこう言っちゃいました今でも後悔してます「まる、お前ちゃんと先生の話を聞いてるの?」って言ってましたいずれも欠けた方ここを見るトークを私はしています95点であろうが欠けた5点そして35点だと65点足りないねっていうことを話をしています 学校教育における一番の欠点は人との比較だと思っています今自己肯定感というのが非常に大きくテーマになっていましてこれはある国際調査によると先進国の中で著しく日本だけが自己肯定感が低いんですしかもこれが小中高大に進むにつれてどんどん落ちていきます 今の日本の若者は世界的に見ても一番自己肯定感が低いということになっています。なぜ自己肯定感が下がるのかこれは他者との比較だからです。自分の絶対的な価値ではなくて人と比較,されたら比較されていると必ず自己肯定感は下がります。例えば勉強ができる子であってもどんどんいい成績を取っても次はこっちの上の大学を目指そうと言われてですね人との比較になります。ですよね。 もちろん下の子だとなんでお兄ちゃんができるのにと言って比較されますどんどん自己肯定感は下がります自己肯定感が下がるとですね非常にまずい3つの特徴が出ます1つ目感謝の言葉を素直に受け止められません何かありがとうって言われても何か裏があるんじゃないかって勘ぐったりします次に忠告された時に怒りが湧き上がります周りは単純にアドバイスをしてるだけなのに本人は非難否定されたと思ってですねそして逆に怒りが湧き上がると いうこととですすねそして失敗すると言い訳ばかりします、まあ、言,い訳ばか言い訳ので3大要素は大体いい時間がない忙しいかですねあと私のそれはせいではないということかもしくは明日やろうと思っていた大体いいこの3つですけども、えー、こういう問題が起き上がりますもちろん自己肯定が高い人も低い土器がありますから人間によってはバイオリズムがありますのでこういう土器があるんじゃないでしょうか。 まあ自分が自己肯定感ちょっと下がったなって時にはこういうのを観察するとえ自分のダウンが分かるということにもなりますそこで私は提案したいのはできたこととできなかったことは当然あるんですがこのできた方側に着目しようこれで自己肯定感を上げていこうってことがポイントです皆さんに今日ご提案したいのはできたことを見つけるための3つの眼鏡視点っていうのをご説明したいと思います一つ目 ハッピーメガネというメガネをかけて自分を見てみましょう。これは感情に着目するということです。例えば、すっきりワクワク、はつらつ、こんな感情が上がったことがありませんでしたかということですね。例えば、机の上をきれいに片付けられた、電話の応対が上手にできた、会いたい人に会えた、3キロランニングし,ンングして気持ちよかった、そして先輩に本音で相談できた、気持ちがすっきりしたり、ワクワクしたり、はつらつしたり、これは全部できたことです。 次、ナンバー眼鏡、これは数に着目してほしいんです。数です。時間とか数値とか習慣です。例えばこんな感じ、いつもより早,く起き早,早起きができた。あとは、やっとの納得できる提案書ができた。このいつもよりとかやっとのあたり、このあたりが時間的な優位性がありますよね。そして、簿記の点数が20点アップした。ドリルをいつもより多く、たくさんできた。これも数値として上がってます。 あと習慣として1ヶ月間駅で階段を使った。エレベーターを使わないで階段を使った。これもできたことになります。最後にパーソンメガネ。パーソンメガネっていうのは相手、行動した相手に着目してください。相手が感謝したり表情を変えたり行動を変えたりする。これができたことになります。例えば宴会の感字をやったら感謝された。人の紹介をしたらありがとうと言われた。ネクタイを褒めたらにっこりされた。 ピアノをを弾いたたらら拍手をもらった相談に乗っ,て乗ったらランチを奢ってくれた自分が行動した結果相手がポジティブな行動もしくは表情したことは全部できたことになりますこのようにできたことっていうのはたくさん実はあるんですそれを見つけていくこれができたことを見つけてる見つけるテクニックになります毎日寝る前5分その日を振り返ってメモをする スマホでも、まあ、手帳でもいいですけどもできたこと一1個でも2個でも見つけていくっていうことをたった5分続けていくことでいい習慣自分を前向きに見るポジティブに見る習慣が身についていきます次に皆さんに考えてほしいのは反省と内省省の言葉です反省っていうのは私は非常に問題があると思っていましてこれは担任に向かっている取り繕う思考になります要は 何か自分を守るために傷つかないように守ったりするような思考ですねまあ反省させると犯罪者になりますって本があるのも皆さんご存知かもしれません一方で内政これは自分に向かう思考ですうちに帰り見ると書きます本音で自分と向き合う素直な本音の感情思考になります自分と向き合うってことは実は人の真相心理上 一番上心の蓋がありますそして一番上は外に見せている自分がいますまあ取り繕っている自分そしてこの心の蓋を開けてピュアな自分の心それとの会話になりますでも蓋を開けないと、えー、ピュアな心にアクセスできません本音にはアクセスできませんが傷ついてきた量いろいろ頑張ってきた量によってこの心にはかさ,ぶかさぶたがありますどうしてもこれを開けないとピュアな心とは会話ができません内省できませんでも人間守ってます この蓋を開ける行為これが自己肯定感が高い行為と言われていますぜひこの蓋を開けるこれができたことを見つめるってところが一番の重要なポイントになる点になります私はですねこの先ほどの説明したシステムを使っていろんなデータを分析したところやはり自分と本音で向き合って正直にかけている依頼を振り返りをかけている人とそうじゃない人によって成長する人とそうではないことが分かりました 要は自分のことをしっかり開示できている人そうすると周りからフィードバックをもらって目標達成に向けていい行動変容をします私はできたことノートというのを開発したんですけども毎日できたことをスケジュールで書いていってそして1週間に1個できたことをピックアップしますそして4つの要素で内省します具体的に何があったのかなぜできたのかそして今本音でどう感じているかそして次どんな工夫をするかこんな点で書いていくと 自然にに内製ができきるようになっていきますこれは週1回やることですね。できたことノートのホームページには、えー、ダウンロードできるシートがありますし、えー、今日1階の方にはですね展示してますのでもしよろしかったらご覧ください。できたことノートというのは自分の価値観の集積です。自分が大切にするものだったり自分が、えー、いいなと思っていることの価値観の集積です。 自分はどういう仕事をしていきたいのか自分はどういう働きぶりを大事にしているのかそして自分はどういう人生を生んでいきたいのかそれが書かれているそれができたことメモになりますできたことメモを続けていくと自分スタイルが見えるようになってきます自分は何を大事にしているかそれが見えてくる最終的にはありたい姿自分のあるべき姿ありたい姿が見えてくるこれが非常に重要なできたことノートのポイントです 最後に1つ例をご説明したいと思います実例です私はある看護学校で、えーまあ、授業というかセミナーとか研修を行っていますある看護学校のです、ねえー、女性がです、ね、私は全くできたことが見つからないと言いました先ほどの3つの眼鏡を説明してありました先生と先週彼氏にハンバーグを作った喜んでもらえたああそうですか素晴らしいですねよかったですね見つかったじゃないですかとできたことあったじゃないですかそうですねと 内政にはこう書いてありました次にどんな工夫をするか今度はオムライスを作って喜んでもらおうそんなこと書いてありました紙のシートを1か月間運用してもらって1か月後また学校に行って授業で見せていただきましたそしたらこんなこと書いてあるんです家族のために煮物に挑戦肉じゃがを美味しく作れたって書いてあるんです私はちょっと心配になりまして彼氏はどこ行ったのって聞きました彼氏に喜ばれたから嬉しかったんだよねって言ったら彼女はこう言うんです いや彼氏にもあの喜んでもらうこともすごく良かったんだけども実は私料理が好きだっていう私に気づいたんですだからどんどん今料理の勉強をしてます私はこう言いました人に喜んでもらえるっていうあなたの価値観それが見つかったんですね看護師という仕事は人に喜んでもる仕事だから選んだんですね彼女は目を潤ませてありがとうと おっっししゃっていました自信がなかった私は何にもできることがなかったという子が1か月たつと自分の本当の価値に気づいていくたった一つのできたことから気づいていくこの活動これができたことの音になります自分の可能性を信じてそして信じ続けるまず自分まず自分を肯定的に見る すると、周りの人の丸、肯定的な面、いい面もたくさん見えるようになります。自己肯定で未来を作ろう。ご清聴ありがとうございました。